10月8日は木の日。さらに10月は県産木材利用推進月間でもあります。山の木を切って木材として使うことは、実は森を守るために必要なことだって知っていましたか？やってきたのは、今年7月、富士吉田市にオープンした富士山のぬくもり、キポキポです。木に触れ、森を感じるがコンセプトで、子供から大人まで楽しみながら森林について学ぶことができる施設です。木がふんだんに使われていて、ぬくもりのある施設だね。うん、この施設で使われている木材、ほとんどが山梨県産材なんだ。県では建物などに県産材を使うことを推奨しているんだよ。確かに公共施設を中心に、身近なところで木材を積極的に使った建物が増えています。これには木を身近に感じる機会を増やすことで、木造建築の良さを再認識してもらうという狙いもあります。木材を使うことはどんなメリットがあるの？戦後植林した杉やヒノキが今立派に成長しているんだ。こうした木を伐採し、新たに植えて育てるという循環が森を元気にしたり、林業も活発にしたりしていくんだよ。県土のおよそ8割を占める森林は、水を供給したり災害を防いだりと様々な機能を持っています。これを維持していくためには、森を健康的に保つ循環が必要というわけなんです。周りを山々に囲まれた私たちの生活は、森によって多くの恩恵を受けています。木を使っていくことで、これからも豊かな森を守っていきたいですね。県からのお願いです。人との間隔はできるだけ空ける、マスクの着用、手洗いの徹底、これら3つの基本を習慣にしてください。新型コロナウイルス感染症の情報は県のホームページをご覧ください。